どうも、はじめましての方ははじめまして、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。今日から新シリーズ、おだけ編のスタートだよ。まあ明日の夜で終わるんだがな。夜までには何本か動画出す予定だから多少は進めるはず。そんなおだけ、北条家と同じく最強を体験しようのシリーズだよ。なんやかんやおだけも一度も手を出してなかったからな。やっぱラスボス枠は触っとかないとね。それじゃあシナリオ選択していくよ。今回遊んでいくシナリオは信長元服。成長したシナリオとも迷ったがやはり最強を体験するには最初からがいいと思ったんだぜ。詳細設定も確認していこうか。難易度上級。ほとんどそのままで姫武将ありにしてるよ。貴重もこれで一緒に戦えるな。フラグクラッシュしなければね。始める前に最強の家臣団も確認していこうか。いつも通り武勇順。信長さんも元服した状態で始まるんだね。勝家は侍大将だし城主だといいな。軒並み能力が高い、さすが最強軍団。ってことでどこまでいけるかわからないけど最強体験シリーズ、楽しんでいくよ。戦国の世に漕ぎ出そうぞ。あ、待って、専用 BGM なんだけど。お前武田家の時もそれで喜んでたな。なんかかっこよさそうだから少し聞かせて。うおおお、かっこいい。静かに入る感じがいいな。周辺は意外と敵勢力に囲まれてるのね。それじゃあいろいろ確認していこうかな。お楽しみの制作の確認から。最強の制作の一つだな。北条家と違って勲功も上がるから城主不足問題も同時に解決してくれそうだ。星3まで上がると恐ろしいことになるな。まあ星2で十分かな。最初は固有政策、制度改新、裁量権以上を発令目指してやっていくよ。次に初期配置の武将確認。さあ誰が城主になってるかな。織田一族が全城城主なのね。まだなんとも最強を感じれないな。おっと、さっき確認した時は信長さん組頭だったのに開始直後の元服イベントでいきなり侍大将になってるじゃん。砲術もレベル4にできるし初期の合戦は負けることなさそうだな。まだ現段階では北条家の方が強そうかな。武将の能力自体はこっちの方が強いが、北条家のような勢力拡大が速攻でできるようなインパクトが欲しいところだ。まあこれからイベントもあるだろうから期待だね。次に同盟関係の確認。織田家どことも同盟組んでなかったんだな。周り敵だらけじゃん。もしかして速攻終わり芝家従属させれるとか？無理みたいだな。あくまでせめて領地確保しろと。家康さんはまだいない模様。どうする家康のまだ前の話かな。そういや今回は特に縛りとかはなしにするよ。一応目標は PK 発売までに独自エンディングの到達。城103制圧、もしくは最大勢力と現状の兵力差20万なんだぜ。今回はあまりにも時間が少ないから従属できた城は制圧とみなしてカウントさせてもらおうと思う。天下統一をガチで目指すというよりは楽しむ方が気持ち的には強いかな。なるほどな。さて、私はここで固有政策発動したと勘違いして終わり芝家攻めるんだよね。実際に発動したのは制度改新の方だったんだぜ。悩んでるのは信秀さんと信長さん部隊半分に分けたら城一つで完結するんじゃないかと。確かにそれでも強そうだな。悩んだ結果一緒に短期で出陣。あ、やべ、やっぱ分けとけばよかった。思ったより敵部隊出てきたな。通常戦闘だとさすがに兵力削られすぎそうだから信光さん出陣。合戦要員だな。少し調整して清洲城の戦い。終わり芝家にも織田家の人いるんだな。織田家も分裂してたんだね。能力低いし圧勝できるだろう。信秀さん先方で移動速度ダウンさせれるから一人でスタミナ回復までできちゃう。若干混乱と使い方が似てるんだぜ。さて、信光さんにはここまで来てもらったついでに犬山城まで制圧してもらおうかな。両方制圧できたら勝家、信長城主にできるな。その響きだけで最強に近づいた気がするよ。ただ松平家の関係が有効だけど、気を抜くと攻めてきそうだから安城城だけは舞台動かさないでおこうと思う。城を制したぞ。
キオス城制圧。何事もなく制圧できたんだぜ。そう捉えたわい。お使いいたします。城主は勝家さん。城が成長するまではきついが、ちょっとの我慢なんだぜ。いや、急戦で斎藤家が攻めてきたんだが、信長と結婚同盟発動するんじゃなかったのか。城を攻め落としました。とりあえず犬山城制圧。網にかかった。龍一さんって終わり仕掛けだったのか。てっきり大盾かと思ったんだぜ。斎藤家の急戦に立ち向かうには最強の城主たちが必要だ。砲術のレベルが下がるがいいのか。それより城主として合戦に参戦できる方が優先かな。さあどうしたものか。なんか思ってた最強体験じゃなくなってきてるな。まさか序盤からこんなに頭使うとは思わなかったよ。安城城はさっき言ったように動かせれない。ただ国衆は使えそうだ、うん、とりあえず一部隊確保だな。勝ち筋としてはなんとか敵部隊がまとまらずに小規模合戦に持ち込むこと。それは敵の軍勢圧もあるし難しい気が。仕方ない。ギリギリまで安城城以外の兵力回復させながら合戦にするとするか。声を上げよう。清洲城防衛戦。2倍強兵力差あるな。結局敵部隊まとまってしまった。特性でワンパンもできないし、かなりきつそうだ。ワンチャンマップ次第では信秀さんと信長さんがメリーゴーランドできるし、なんとかなるかも。しかし序盤からこんな苦戦を強いられるとは。だがここしのげば斎藤家の兵力削れるから相当チャンスだがな。まだ維新差で敵部隊の能力下がってるから多少は助かるかな。何事もなかったように勝つなよ。メリーゴーランドすることもなく通常戦闘だけで勝てちゃった。なんか最強の片鱗を見た気がするよ。信長、勝家の固有戦法に救われた感じになったんだぜ。北条家と違って武勇でぶっ潰していくのが織田家の最強ゆえんね。理解した。音に聞こえる。まさかこんな序盤で威風弱発動すると思わなかったんだぜ。私もだよ。よし、防衛成功。なんかもうフラグぶっ壊れてる気がしなくもないから、このまま斎藤家次狙っていこうかな。確かに放棄してたらまた攻めてきそうだしな。周辺の城見た時に金山城が一番耐久値少なかったから狙っていこうと思う。三安さんって三秀さんのお父さんかな。名前似てるよな。それじゃあ親子で金山城攻めてもらおうか。2000ほど小規模合戦勝か。特に被害もそんなに出なかったから全カットしたんだぜ。多分全城の部隊潰したから、あとはゆっくりと城攻めするだけだよ。お示しを。攻め落としてみせたわ。金山城制圧。すぐに制圧できたんだぜ。信長さんは強行で兵力削られすぎたから先に騎乗したよ。稲葉山城、大垣城、長島城との軒並み耐久値が高かったから狙えるとしたら、次は岩村城かな。いや、岩村城は武田家と隣接するし、もう少し残しておこうと思う。長島城も攻めてる間に斎藤家がまた攻めてきそうだし却下。ってことは稲葉山城か大垣城か。軍閉鎖と強撃狙えるから稲葉山城かな。一回じゃさすがに落とせないだろうから、2、3回に分けて制圧しようと思う。それじゃあ兵力回復したし、鳴海城、安城城以外の城で攻めていくよ。少し兵力調整するんだぜ。いや、光秀さんいるのかよ。これは何としても確保しないとな。決めた。何としても斎藤家ぶっ潰す。貴重は一体どこか城一つでも残してたらイベント発生するんじゃないかな。雑すぎんだろ。稲葉山城包囲。強行で無理に兵力削る必要もないから、兵糧がある限りこのまま包囲で削っていくんだぜ。農村は全部掌握、あとは一の掌握だけだね。周辺も活発に動き出した。うちも早く機内に向けて進んでいきたいところなんだぜ。兵糧赤くなってきたし、そろそろ撤収かな。まあ半分近く削れたし、いいんじゃないかな。騎乗してすぐに出陣。敵兵力は回復してきてるから、次は合戦になると思うんだぜ。よし、ようやく兵力十分コメント。それじゃあ斎藤家の本拠地いただいていくよ。落としてこようぞ。
松平家が今川家に4000援軍頼んだみたいだぞ。よりによって今来たか。松平家は3000、合わせて7000で安城城に攻めてきたな。さあどうするか。とりあえず今川家も遠方からの援軍だから、まずは稲葉山城の合戦だけしてから信秀さん向かわせて小規模合戦していけば防衛できるはず。さっきの斎藤家の攻めてきた方が絶望感強かったかな。今は最悪攻めるのやめれば防衛できるしな。まあ攻めるのやめないんですけどね。余裕の勝利。本当は威風弱発動したかったけど、あとは勝家さん、信長さん頼んだ。信秀だけ安城城に向かわせて途中鳴海城、国衆と合流するんだぜ。よし、間に合った。これなら小規模合戦に持ち込めそうだな。小規模合戦に解消か。やはりこちらの方が強く被害もそこまで出てないんだぜ。あとは600の今川家援軍のみ。信秀さんは斎藤家攻めで忙しいから騎乗させるよ。まあこれならすぐに迎撃できるだろうな。始まるぞ。稲葉山城は兵糧がヤバくなったから全部待機場。安城城も防衛成功したんだぜ。ふう、こんなに防衛するとは思ってもみなかった。だが終わり抜ければ従属パラダイスが待ってるぞ。三好家までは本当に早いだろうね。最後に兵力確認。織田家ってこんなに兵力低かったのか。最初の枠にすら入ってないんだぜ。最大兵力にしたら多少は上に上がるかな。ギリギリ枠内だな。最強を体験シリーズ織田家編は終わり抜けるまでが大変そうだ。そこからが楽しい感じになるかもしれないな。私の体力が持つ限りはラストスパートで動画上げていくからみんなも絶対見てね。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。